分子生物学や遺伝学の分野では、核酸分子、特に DNA や RNA の鎖のセンスとは、アミノ酸の配列を特定する際のその鎖と、その保管物の役割の性質を指す。センスの意味は文脈によって微妙に異なることがある。例えば、DNA は同じ配列の RNA バージョンがタンパク質に翻訳されるか、翻訳可能であれば、ポジティブセンスであり、 そうでなければ、ネガティブセンスである。核酸ポリマー間の塩基対合は、相補的な性質を持つため、2本、鎖 DNA 分子は互いに逆相補的な配列を持つ2本の鎖から構成される。分子生物学者が書く鎖を明確に識別するために、2本の鎖は通常、センス差とアンチセンス差として区別される。DNA の個々の鎖は、そのヌクレオチド配列が、 アミノ酸の配列に翻訳された、または翻訳可能な RNA 転写物の配列に直接対応する場合、ポジティブセンス、または単にセンスともと呼ばれる。日本鎖 DNA 分子のもう一方の鎖は、ネガティブセンスと呼ばれまたはアンチセンスとも呼ばれる、ポジティブセンスさと RNA 転写物の両方に逆相補的である。実際には、 RNA ポリメラーゼが RNA 転写物を構築する際に異型として使用されるのはアンチセンス差であるが核酸の重合では相補的な塩基体が形成されるため RNA 転写物の配列は RNA 転写物が地民の代わりに裏汁を使用していることを除けばセンス差と同じになる。時々センスとアンチセンスの代わりに それぞれ高度差と異型さという言葉が使われることがあるが、日本、グサリ DNA 分子の文脈では、これらの言葉の使用法は本質的に同等である。ただし、高度差、センス差には必ずしもタンパク質を作るための高度が含まれている。必要はなく、タンパク質、高度 RNA と非高度 RNA の両方が転写される場合もある。センスとアンチセンスという用語は、 等の特定の RNA 転写物にのみ関連しており DNA 差全体に関連しているわけではない。つまりどちらの DNA 差もセンス差、アンチセンス差として機能することができる。十分な大きさのゲノムを持つほとんどの生物は両方の鎖を利用しており、それぞれの鎖は同じ DNA 分子に沿った異なる場所にある異なる RNA 転写物の異型さとして機能している。 場合によっては、RNA 転写物は、共通のプロモーター領域から両方向に転写されるか、どちらかの鎖のイントロ内から転写される。DNA センス差は、メッセンジャー RNA 転写物のように見えるので、翻訳時に、最終的にアミノ酸配列を構築し、タンパク質を合成するために用いる、予想コドン配列を読み取るために使用することができる。 例えば、DNA センスサ内の配列 ATG はアミノ酸メチオニンをコードするメッセンジャー RNA のオーガストコドンに対応する。ただし、DNA センスサ自体はメッセンジャー RNA の異型として使用されない。それは、タンパク質コードの出所となるのは DNA アンチセンスサであり、DNA センスサと相補的な塩基を持つこの鎖が メッセンジャー RNA の異型として使用されるからである。転写は DNA 異型さに相補的な RNA 産物を生成するので、メッセンジャー RNA は DNA アンチセンスさに相補的である。アンチセンス DNA 座がタンパク質の翻訳をどのように妨害するかを示す。もしたがって DNA アンチセンスさの 3TAC-5 の塩基トリプレットが ディとして使用され、その結果、メッセンジャー RNA に合わすとマイナス3の塩基トリプレットが形成される。DNA センスさにはトリプレット ATG があるが、メッセンジャー RNA の作成に直接使用されないため、これはメチオニンの作成に用いられない。DNA センスさがセンスさと呼ばれるのは、タンパク質を作るために使われるからではなく、 RNA コドン配列に直接対応する配列を持っているからである。この論理により RNA 転写体そのものをセンスと表現することがある。日本鎖 DNA 分子内のいくつかの領域は遺伝子をードする。遺伝子とは通常、タンパク質を作るためにアミノ酸が組み立てられる順序を指定する命令であり、調節配列、スプライシング部位、非高ドイントロン、 およびその他の遺伝子産物を含む。細胞がこの情報を利用するためには DNA の一本の鎖が RNA の相互差を合成されるするための異型として機能する。転写された DNA 差はアンチセンス配列を持つ異型差と呼ばれ、そこから生成されるメッセンジャー RNA 転写物はセンス配列と呼ばれる。また転写差に相互的な非転写 DNA 差も センス配列を持つと呼ばれ、メッセンジャー RNA 転写物と同じセンス配列を持つ。表の中でそれぞれの鎖に付けられた名前は実際にはタンパク質の情報を含む配列をどの方向に書いているかによっており、どの鎖が上か下に描かれているかにはよらない。鎖を標識付けするために重要な唯一の生物学的情報は、 五輪三気末端と三ヒドロキシルキ末端の相対的な位置であり、これらの末端が転写と翻訳の方向を決定するからである。五九時下とマイナス3と書かれた配列は、三タトゥーク時 C マイナス5と書かれた配列と等価である。末端にラベルが表示されていない場合は、慣習的に両方の配列が5から3方向に書かれていると想定する。 ワトソン差は5から3の上側の鎖を刺し、クリック差は5から3の下側の鎖を刺す。ワトソン差もクリック差はどちらも、それらから作られる特定の遺伝子産物に応じて、センス差またはアンチセンス差のいずれかになる。例えば、アメリカ国立生物工学情報センターデータベースで使用されている裏、3遺伝子の別名である YEL021W という表記は、この遺伝子が 工房の V 版染色体の左腕のセントロメアから21番目のオープンリーディングフレームにあり、発現高度差がワトソン差であることを示している。イクル 074C は、クシー染色体のセントロメアの左側にある74番目の ORF であること、高度差がクリック差であることを示す。また、プラスとマイナスの鎖を指す、別の紛らわしい用語も広く使われている。 鎖がセンスであるか、アンチセンスであるかに関わらず、n c B ブラストアライメントにおけるデフォルトのクエリ配列は、プラス鎖である。ポジティブセンスとネガティブセンスの両方の能力が使用される一本鎖ゲノムは、アンビセンスと呼ばれる。一部のウイルスは、アンビセンスゲノムを持つ。ウニアウイルスは、三つの一本、鎖 RNA フラグメントを持ち、それらの一部には、 ポジティブセンス部とネガティブセンス部の両方のセクションが含まれている。アレナウイルスもアンビセンスゲノムを持つするなウイルスであり、ゲノムの大きなセグメントと小さなセグメントのご末端の一部を除いて、主にネガティブセンスの3つのフラグメントを持っている。内在性メッセンジャー RNA の転写物に、相方的な RNA 配列をアンチセンス RNA と呼ぶことがある。言い換えれば、それは、 RNA の高度配列に相互的な非高度差であり、これはネガティブセンスのウイルス RNA と同様である。メッセンジャー RNA が相互的なアンチセンス RNA 配列と二重差を形成すると翻訳が阻害される。このプロセスは RNA 干渉と関連している。細胞はマイクロ RNA と呼ばれるアンチセンス RNA 分子を自然に生成することができ、 このマイクロ RNA は、相互的なメッセンジャー RNA 分子と相互作用し、その発現を阻害する。この概念は、アンチセンス RNA をコードする導入遺伝子を人工的に導入して、目的の遺伝子の発現を阻害するという分子、生物学的な手法としても利用されている。放射性、または傾向標識されたアンチセンス RNA を用いて、 様々な細胞型における遺伝子の転写レベルを示すことができる。いくつかの代替アンチセンス構造タイプがアンチセンス治療法として実験的に適用されている。米国では、米国食品医薬品局が、ホスホロチオエート系アンチセンスオリゴヌクレオチドであるホミビルセンとミポメルセンを人の治療用として承認した。ウイルス学では、センスという用語は少し異なる意味を持っている。 RNA ウイルスのゲノムは、プラスさと呼ばれるポジティブセンスのものと、マイナスさと呼ばれるネガティブセンスのもののいずれかと言える。ほとんどの場合、センスと鎖という用語は同じ意味で使用され、ポジティブさはポジティブセンスに相当し、プラス差はプラスセンスに相当する。ウイルスゲノムがポジティブセンスであるか、ネガティブセンスであるかは、ウイルスを分類するための基準として利用できる。 ポジティブセンスのウイルス RNA は、特定のウイルス RNA 配列が、ウイルスタンパク質に直接翻訳される可能性がある、ことを意味する。従って、ポジティブセンス RNA ウイルスでは、ウイルス RNA ゲノムは、ウイルスメッセンジャー RNA とみなすことができ、宿主細胞によって即座に翻訳される。ネガティブセンス RNA とは異なり、ポジティブセンス RNA は、 メッセンジャー RNA と同じセンスである。一部のウイルスはメッセンジャー RNA として機能するポジティブセンスのゲノムを持ち、双方 RNA 中間体の助けを借りずに、タンパク質の合成に直接使用することができる。このため、これらのウイルスはウイルス粒子に RNA ポリメラーゼをパッケージ化する必要がない。 この RNA ポリメラーゼはウイルスのゲノムを複製するために必要であるため、宿主細胞が最初に生成するタンパク質の一つとなる。ネガティブセンスウイルス RNA はウイルスメッセンジャー RNA と相補的であるため、翻訳に先立ち RNA 依存性 RNA ポリメラーゼによってポジティブセンス RNA が生成される必要がある。DNA と同様に ネガティブセンス RNA は、それが高度するメッセンジャー RNA と相補的なヌクレオチド配列を持っているが、DNA とも同様にこの RNA はタンパク質に直接翻訳することはできない。その代わりに、それは最初にメッセンジャー RNA として機能するポジティブセンス RNA に転写されなければならない。一部のウイルスはネガティブセンスゲノムを持っているため、 ピリオン内に RNA ポリメラーゼを運び込む必要がある。遺伝子サイレンシングは RNA ターゲットに相互的な短いアンチセンスオリゴヌクレオチドを細胞内に導入することで実現できる。この実験は1978年にゾマチュニークとスティーブンソンが初めて行ったもので、実験室での実験だけでなく臨床応用にとっても今でも有用なアプローチである。 インフルエンザウイルス、呼吸器合法体ウイルス、SARS コロナウイルスなど、いくつかのウイルスは、アンチセンスオリゴヌクレオチドを使用して、宿主細胞での複製を阻害するため標的に、することができる。アンチセンスオリゴヌクレオチドに、DNA や DNA 模倣物の区間が、含まれていると、リボヌクレス H を動員して、標的 RNA を分解することができる。これにより、 遺伝子再レンシングのメカニズムは触媒作用的になる。日本グサリア RNA は、ルナイ・サーラ経路において、触媒作用を持つ、酵素依存性アンチセンス剤としても採用し、センス、マイナスアンチセンスサペアリングによる、強敵メッセンジャー RNA の認識と、それに続く RNA、誘導再レンシング複合体による、強敵メッセンジャー RNA の分解が行われる。 R1 プラスミドホーク、即システムは、得られた RNA 二重差の酵素分解による酵素依存アンチセンス調節プロセスのもう一つの例を提供する。その他のアンチセンス機構は、酵素依存性ではないが、標的 RNA の立体的な阻害を伴う。立体的に阻害するアンチセンス機構では、かなりの程度まで収縮されたオリゴヌクレオチドを使用することが多い。リボヌクレス。 H 認識を必要としないので、これには尿、アルキル、ペプチド核酸、ロック核酸、モルフォリノオリゴマーなどの化学物質が含まれる。ありがとうございます。